料理も写真も上手な女の子。ありがとうございます。チェックしてくれてる、嬉しい嬉しい。6回目だって結構やってるね。で今日はね、事務所じゃなくって自宅で持ち帰って配信してるんですけども、9期生にしてもう6回目ね。そんな多い人いるのかな、どうなんでしょう。6回もやってる人いますか料理勉強してるの。そう、私最近料理にハマってまして、料理はね勉強してないんですけど好きなんですよね。台本ありますか。台本ないんよ、ないんよ。台本ね持って帰ってきてなくってね。でもなんかね、ちょっとあのフォローしてくださいのとのと、なんだろう、アラの姫かのルームもチェックしてくださいみたいな。じゃあトークテーマいきますか。すごい、もう早い、1551、やったー。まあ6回目ならね台本なくても余裕ですよ6回目だから台本暗記してる。まあまあまあでも6回目ってすごいな。この間の姫とのオムライス真似しました。あ、ね、真似してくださってる方いらっしゃって、その方かな、嬉しい。え、そう、皆さんアラの姫香のツイッター見てみてください。結構料理を載せてるんですけど、チンジャオロース食べたい、食べな、作りな、メロンパントースト食べたい。お、もばめも撮ってくれてありがとう。前回の、あ、なるほど、前回のメンバーの第一印象思い出などからですね。前回のメンバーは、前回も見てくださってる方はいらっしゃいますでしょうか。そう、野島かのさん、私のチームエースのもう大先輩で、もう今月でね卒業してしまう方なんですけども、第一印象なんだろうな、第一印象は多分なんだろう、あれだよね、あ、番組名がもう月日が流れてしまって、なんだっけ、オーディション受かって SKE の何だっけあの取材でね、何だっけ金のおむすび、あ、結びの一番結びの一番で9期生のオーディションが終わった直後の、最終オーディションの直後のインタビュー で中村泉さんと野島香乃さんがあのインタビューしに来たんだよ、受かった9期生の子たちに。懐かしいよね。そう、結びの一番ですね。でその時に初めて香乃さんを見て、え、すごい、この人かわいいってなったの。そう、それが第一印象ですね。あったね、懐かしいね。もう3年前だよね多分。え、何、たい焼き飛んできたんだけど。え、ウニパフェくん、たい焼きありがとう、こんばんは。そう、かのさんの第一印象はもう結びの一番のインタビューで初めて見て、なんて可愛い人なんだってこれがアイドルなんだってなった。そう、ちなみにイズリンさん、イズリンさんもね、なんかすごい綺麗な人だなと思って。イズリンさんはちょっと背が小さめじゃないですか、だから可愛いこの人ってなったね。いいですよね、懐かしい。お、なんだこれは、卵の自転車乗ってる人、何この花、お花ありがとう。ずっと支えますさん、たい焼きありがとう。
ウニパフェくん、お花ありがとう。グループアカウントは達成したらフルーツ大福はスタッフのもの。あ、え、なんかさ、なんかさ、え、ちょっと外れるんですけど、なんかさ、ショールームで昨日からかな、なんかあれだよね、フルーツ大福くれるみたいなくれるって言ったらあれだけどさ、なんかイベントがあるんですよね。え、やりたいんだけどやりたいんですけども、今日ちょっとね、この後ショールームしたいんですけど、22時から予定入っちゃってできないんですけども、明日公演あるから、明日公演終わったら配信しようかなって。え、なんかね、なんかね、フルーツ大福がくれるんですよ、ショールームの方がちょっと語彙力がなんかそういうイベントやってるみたいなんだって。たい焼き2000個、そう、なんか無料のギフトとか有料のギフトとかをいただくと、姫たんがフルーツ大福食べれるみたいですちょっと明日からショールームするから、よかったらね、無料のギフトいただけたら嬉しいなって思います。明日だよ明日で、かなさんの第一印象はすごい綺麗な人だなって思ったのと、思い出はね、じゃあもうトークテーマいきますね。かのさんの好きなところ野島かのさんの好きなところでしょ。どうしよう、もう私グループの中で多分野島かのさんが一番大好きなんですよ。見てるのかなこれ。え、ちょっとやだ、恥ずかしい、見ないでください、かのさん。いやなんかね、かのさんは顔もですけど、中身ももうファンの方だったらわかるじゃないですか、メールとかでも。そうでしょ、私かのさんの文章、なんかなんて言うんでしょう、書く文章が好き で、かのさんって本読むのが好きとか言ったり、あと作品小説書いたりしてるよって言ってるのも知ってるんですけど、かのさんの書く文章が好きで、でなんだろうな、考え方が好きなんですよね、お仕事に対する向き合う姿勢って言ったらあれですけど、わかる？かのさんのファンの方々いらっしゃいますか？見てますか？ちょっと恥ずかしい、何年も応援してくださってるかのさん、応援してる人の前でちょっと発表するのちょっと恥ずかしいんですけど、3年の付き合いだからね。うわ、え、かのさんってさ6年目なんですけ、年々、ね、6年目なんでしたっけ、わかる？推し褒められると嬉しい。6年目、7年目、約6年目、すごいですよね。そっからさ、自分の特技である歌をずっと磨いてって、それでのアンドっていうエイペックベイクスさんの7年目なんだ。なんかその新しいグループに所属して掴んで、すごくないですか、ね、あとさ、なんかなんだっけ、どっかで聞いたんだけど、かのさんって委員長、学級委員長されてたんでしたっけ。私はもう学級委員長とかそういうまとめる力っていうもう絶対できないと思うから、それもすごいって思うし、もう何より歌唱力優勝すごくないですか。優勝ですよ、48グループの中の1位なんですよ、すごいですよね。合唱団の団長、え、そうなの、すごい、へー、
アンドではリーダーだし、そうそう、そういうなんかリーダーシップ取れる人って本当に憧れるし、あとですね、あのチームエースでいつだったか分かんないんですけど、ちょっと前にチームエースで集まって話し合いしたんですよ、の今後の公演のこととか、あとみんながどう思ってるのかみたいな話した時に、円になってね、みんなで座って話したんですけど、でみんなお話しするしてるじゃないですか。で最後らへんにカノさんがお話ししてくれたんですけど、なんかあんなカノさん初めて見たし、卒業発表前でね、なんかね、すごい、うわプロの人だってなった。その時話し合いした時は多分アンドとか卒業発表とかされてなかったから、なんかそれもみんなに隠してて、でも SKE チーム S のことを考えて、なんかあそこまで言ってくれたのすごいなって思って、どんな感じだった？なんかね、すごいプロ意識、すごいちょっと手厳しいお言葉だったんですけど、はっってなった。そうだよなってめっちゃ思った。なんか説得力が今日ちょっとお話しするの下手すぎる、ちょっと高ぶってます、ごめんなさい。あの好きな人のちょっと好きなところ話すだなんて、ちょっと私には荷が重すぎますモノマネ込みで再現してみてください。ダメだよそんなことできないよねえ、そうだね、見える世界が違ってるかも。そうね、自分でチャンス掴んで、はあ、ちょっとなんか胸がいっぱい胸がいっぱいすぎる。あーギフトありがとうございます。ギター持ってるくまくん、花束ありがとう。あー初見のシナモンくん、たい焼きありがとう。チアリーダーくん、お花ありがとう。あたい焼きもありがとう。アイドルはできるときにやっとけってことですか？なんかそういう感じじゃなくって、本当になんかチームのためにとか自分のためにやらなきゃ本当に後悔するし、ファンの方も見てるからちゃんとしなさいみたいなちょっと上手に言えない、ちょっと上手に言えないんですけど、裏でののじむさんってどんな感じなの？かのさん？でもね、静かな人かな。楽屋でもね、あでもたまにお話入ってきて、なんか面白いことちょっと言って、またすぐメイクし始める人そう、いやーなんかなんかさ一緒に成人式出たかった、出れないんだよね。カノさんとは同い年なんですよ私。こんばんは、もう始まってた、ごめんなさい。ツイッターとかインスタでお知らせしたんですけど、あの15分早めて配信しております。そう同い年なの。舞台裏話、あとなんだっけな、話したかったことあるんだけどな、なんだっけね、成人式まで行ってほしかったよ。ニパフェくん、お花、ハスの花ありがとう。白いドレスの女の子、たい焼きありがとう。そう、誕生日の差で妹、妹なの？ひめたん LJK じゃなかったの？ひめたんはあの大学2年生の代です。19歳だよ。
逆に野島先輩に言いたいクレームってあるの？野島先輩に言いたいクレーム？言いたいクレーム？なんだろうな。かのさん、握手会の裏でご飯誘って、誘いにくいかもだけど誘ってねって。ダメですよ、かのさん忙しいんだから。空いてる時わかんないじゃないですか。私はお願いします。誘いづらいです。誘ってください。なんか行きたいところあったら連れてってください。私も私と遊んでください。お出かけしたことないんですよね、かのさんと。そうそう、あとかのさんにね、私に似合う服選んでほしい。かのさんっておしゃれな方なんですよ、とっても。毎日毎日だからね、ショッピング行きたいですね。いい感じのお店教えてください。かのさん自分から行かなそうだから、ひめたんから行かないと。もうかのさんのファンから言われてしまったな。そっか、かのさんガンガン来てくれるの好きかも。誘われたい側ですか？誘われたい側ですか、かのさん、もしかして。緊張しちゃうよ。釣り猫くん、たい焼きありがとう。ニバフくん、たい焼きありがとう。ギターのコアラくん、ハートありがとう。スタイルいいから、本当ですか、ありがとう。いやちょっと恥ずかしいよ。いちごの猫ちゃん、ハスの花ありがとう。来るももこんばんはず、来るもの拒まず。なんか最近ちょっと自分の話なんですけど、いいですか。最近ですね、あ、私事なんですけども、歯列矯正の下の歯の方の器具がようやく外れました。本当に私事なんですけども、遊びに来てありがとう。そう、下のね、器具がね外れて、マウスピースをつけてるんですけども、喋りづらいの、喋りづらいの。ちょっとさ、滑舌悪くないですか、私。マウスピースをつけてて喋りにくいんですよ。みんなありがとう。痛かったんだけど頑張った。でね、また次歯医者さん行くときは上側の器具も取れるんですけど、嬉しいね。食事しやすくなった、本当に食べやすくなった。でもね、食べるたんびにずっとね、マウスピースっていう透明の自分の歯に当てはめる、あのカポっていうやつを食事と歯磨き以外はつけてないといけなくって、するたんびに外さないといけないんですよ。それがちょっとめんどくさいですね。滑舌気にならない？本当に器具取れるとカレー食べれる？あ、ひめたん、何も気にしないでご飯食べてたんですけど、ちょっとね、食い意地張っちゃって、矯正しててもね、いろんなもの食べてた、おせんべいとか食べてたけど全然。でもね、ご飯食べやすくなりました。気になることがあんまよく なくなってきて、逆に違和感ある感じ。そうね、違和感あるね。血出ました？血出ないよ。じわじわとね、動かしていくものだから血は出ないですね。さよなら矯正。そう、結構前からしてたんですけど、やっとね外れたっていうことで、ちょっとこれを機に発表しちゃった。ははは。アイスケイにはもっと滑舌悪い人たちたくさんいるから。そっかそっか、皆さんちょっと体勢がついてますね、聞き取る力に、聞き力に。SK のファンの方々、聞き取れる力が特化してると知っております。私、マーヤンさんがマウスピースやってて滑舌が少しクマさんになってた。あ、そうなんですか。マーヤンさんもマウスピースしてたの？してるの？
現在形ですか。頑張りましょう。めんどくさいですよね。マウスピースつけてて硬いの食べると大変じゃない。マウスピースはね、食べるときは外すのよ。そうそう、頑張った頑張ったはいはい、まあ話は戻るんですけど、滑舌気になんなかった。本当に特定のチームに集中してる。あチーム E さんのことは言わないでくださいまあまあ滑舌悪いのも可愛いですもんね。そう、頑張った。ひめたんすごい、本当にありがとう頑張った。そう、大変でした。で、何の話でしたっけかのさんでね、なんだろうな、好きなところは歌声もそうじゃないですか。私ね、かのさんのなんて言うんだろう、ちょっと、モノマネ真似したらちょっと私が叩かれちゃいそうなんですけどなんだろうな、微濁音って言うんですか、微濁音なーみたいな、がかに点々がをががみたいな言うの分かりますか。微濁音がぎぐげごみたいな、かのさんの微濁音みたいな発声の仕方がすごい好きで、がそうそうそうがーっていう、なんか微濁音って言うんですけど、とても大切なーみたいななんていうのなんていうのなーみたいな、音楽の授業でやった、やったよね、わかる。濁音ついてるのがちょっと思いつかない。のじのじのじののに似顔絵って書いたことある。書いたことあります。いつかね、かのさんが多分ツイッターに上げてくれてたのかな。でもね、書いたことありますよ。似てた、似てないよやめなさいな。こんばんは。今ね、前回のメンバーさん、野島かのさんの好きなところをお話ししております。ねえ、ソロ公演さ、見れなかったの。そう、私も私でちょっと、どうでしたいいな、そう、第1回の時は見に行ったんですよ。そう、懐かしい懐かしい。隣にね、ゆうかたんさんとゆうかたんさんのお姉さんがいらっしゃいましたね、関係者席に。もう行きたかったね。安藤が出てくることはですね、ちょっとレッスン上でね、時間がかぶってて、安藤さんが練習してるの聞いてて、ほえーってなってたんですけど、まさかソロライブでね、ソロ公演で出るとは思えませんでした。しっかり外れちゃった。傷ほじくり返せないで、ごめんなさいごめんなさい。そう、安藤さんが出てくることはちょっとね、予想してたんですけども、もう楽しかった。やっぱさ、いいですねいいですねって。もう5000人超えてる。こんばんはこんばんは。ちょっと好きな先輩についてお話ししてるんですけども、そう、かのさんはね、卒業公演荒野姫太も出ますので、ぜひぜひ楽しみですね。ツイッターがカウントダウンしてたから匂わせてた。なるほどね。ギターのコアラくん、ハートありがとう。リパフくん、花ありがとう。
ビーム配信で見る？え、ねえねえ、もう当落は出てますか？まだ？卒業公演。え、っていうかさ、あのコメントで見たんだけど、青が発表されたって本当ですか？青が発表されたのって本当ですか？あ、当落出てるんだ。そっかそっか。頑張るので、ぜひぜひ劇場でも DMM でも待ってます。見てね。外れちゃった。そっかそっか。 DMM でね、見に来てください。え、青が発表された。え、もう人も発表されてる。キャーキャー。7月本当に盛りだくさんだよ。みんな盛り上がる準備できてるかい？そう、9期生公演、これ最後になるのかな。青が9期生で公演するのって、8期生さんとね、9期で分かれてるんですけども、青春ガールズ公演をするんですけども、鈴木ココナと久しぶりに公演出れます。一緒に、やったでもナナちゃんとは離れましたね、日付が。まあまあまあ、楽しみですね楽しみですね。そう、9期はね、二手に分かれて2日間やるんですけど、待ってます、待ってます。ユニット曲はできるのでしょうか、乞うご期待まあまあまあ、お待ちしてますね。そう、9期ね、人数多いからね、二手に分かれてるんですよ。あと、なんだろう、かのさんの好きなところはね、なんだろうな、美濁音、性格、書く文章、お顔、あとなんだっけ、なんかね、話したかったことあるんだよね、エピソードで。なんだっけな、思い出したらちょっと個人ショールームでお話ししましょうかね。なんだっけな、思い出せない。でもなんかあったんだよね、かのさん、かのさん、服も好きです、耳も好き、足も好き、なんだっけな、なんかあったのよ、話したかったこと、みんなに。ね、思い出せない。かのさんに言われて嬉しかったこと、かのさんに言われて嬉しかったことはね、なんだろう、でもね、あの細いかのさんから、姫か痩せたって言われた時は、そんなことないんですけど、ありがとうございますってなっちゃったなっちゃった。かのさんが俺得の質問って言ってたかのさん、かのさんに言われて嬉しかったことっていうか、かのさんとお話できることが嬉しいです。私は他の同期にかの先輩が仲良くしてるとやきもち焼いたりするしますずっと前になんかね、みっちゃんと、田辺みっちゃんとね、かのさんがなんか香水の話してて、多分香水がかのさんとみっちゃんで同じだったんですよ。それで、ね、盛り上がってて、ふーんって私もその香水買っちゃおうかなって思ったなんだっけな、クロエの香水だっけな、そう、 S 公演でね、アンダーだった時かな、みっちゃんと私も S のアンダー出ててみたいなそう、ふーんってなってましたねフ後輩から好きって言われたの姫たんだけらしいよ。嘘つけ。なんか
え、そう、これも言いたかった。かのさんってなんかこんな好き好き憧れてますって言ってくれる後輩ひめたんしかいないよって言ってくれてるけど、そんなことないんですよ。かのさんちょっと恐れ多すぎて、多分他の旧期たちも好きですって言えてないだけなので、かのさんはもうそんなことないですないです。でもちょっと嬉しい姫かだけって言われるのちょっと嬉しいちょっと嬉しい。後輩にこんな出れてるかのさんは珍しいと思う。本当なの？ちょっと嬉しい嬉しいですね。ねえ、嬉しいんですか？もう私の方が嬉しい。でもさ、本当に心残りなのが成人式なんですよね。成人式一緒に出れると思ったんだけど、かのさんは地元の成人式に出るんだろうか。はあ私もその会場行きたい。でも安藤の活動が忙しいから成人式出ないのかな。皆さん成人式って出ましたか？え、なんかね、私成人式もう今のうちからめっちゃ楽しみなんですよ。どうなんだろう、またさ、コロナとかの影響でそのグループごとのやつになっちゃうのかな。熱田神宮、今年というか去年というか今年、ナーヤンとかひなぴよの時はさ熱田神宮だったじゃん。出た？もうさ、私の代もさ熱田神宮になるのかなって。でもさ、他のグループの人たちとさ一緒の成人式さ痛かったですよね。だって毎年やってるの入る前から見てたから、ニュースとかで。それに出れるって嬉しいですね。ゼストで成人式やれば一緒に出る確かに出た成人式。あれ3時起き、はい大変だ、頑張ろう早起き3時起きなんですかあれ、本当に。他のグループの人たちとも出たかったな。でも熱田神宮行ったことないから楽しみ。熱田神宮って行ったことあります？ていうかあと9分なんですけど、そう、ちょっと今日は22時から用事がありまして終わらないといけなくって。ね、着付けに時間がかかる。その着付けてくださる方とかもスタッフさんもマネージャーさんも大変だね。いや頑張ります。楽しみ。かのさんの前撮りの写真、ひめたんの分も焼き増ししてもらおう。ね、欲しい普通にかのさん前撮りの写真ください。もう飾ります。もうない、語り足りないことはない。もう語ったかな。じゃあ次の人電話したいところなんですけど、ちょっとね本日お仕事で忙しいということで発表します。お次の明日の明日よろしくの担当はチームイの伊田レオナさんです。レオナさんありがとうございます。そう、レオナさんはね結構仲いいんですよ。あのおしゃべり漫画サロンでお話ししたりとか、他ねお仕事で一緒になったりとか結構お話しするんですけども、
イダレオナさんに託したいと思います。意外で、え、意外ですか？結構ね仲いいんですよ。レオナさんもね、姫たんと仲良くなりたいって言ってくださって嬉しいですね、レオナ様。そう、さっきまでね、そう、そっか、今日いい公演だと思ったのね。口回らないんだけど大丈夫かな。早くマウスピースも外せるようになりたいなね。次はイダレオナさんです。レオナさんよろしくお願いします。え、トークテーマどうしよう。トークテーマココちゃんかと思ってた。ココちゃんね、ちょっと忙しいみたいで。え、どうしよう。あ、レオナさんセンターだったの、お疲れ様です。本当にレオナさん明日もね、ちょっと朝から夜までお仕事っていうことだったんですけども、ひめたんに言われ、ひめたんが回してくれるんだったらやるよって言ってくださって本当にありがとうございます。レオナさんごめんなさい、ありがとうございます。じゃあ明日のトークテーマは三重のいいところ、三重のいいところとアラの姫香ちゃんについてお話ししてください。レオナさん、三重のいいところとアラの姫香ちゃんのこと、いいところでも悪いところでもお話ししていただけたらなと思いますね。レオナさんも長身ですね、身長が高めの方ですね。長身で困ったところ、得したこと、あ、それも面白いね。じゃあテーマ3つです。トークテーマ3つです。長身で困ったとこ、こと、得したこと、と荒野姫香のこと、三重のいいところ、お話しくださいまし、よろしくお願いします。では皆さんね、お付き合いいただきありがとうございました。SKE のくまくんハートありがとう。アニパフェくんハートありがとう。ギターのくまくんかわいいありがとう。じゃあね、明日私の荒野姫香の個人ショールームの方でお会いしましょう。明日はね公演ありますので、それ終わったらになるんですけど、まあ22時くらいかなね、姫たんのフルーツ大福獲得大作戦にお付き合いください。皆さん見に来てね、見に来てね。ね、用事頑張ってね、ありがとう。ごめんよ、もっとお話ししたかったんだけど。各種警察なしでしっかりしてたね。今日は警察の出番はありませんでした。警察の皆さんはご苦労様でした。お帰りくださいませ。ありがとうございました。釣り猫くんハートありがとう。ツーリーダーくんハースの花ありがとう。なんとか間に合った。ごめん、もう終わっちゃうよ私。明日ショールームするから、明日おいで、おいで、バイ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 。ちょっと早めに終わっていい？ちょっと支度があるんだ、ごめんよ。4分残して姫たんはちょっと準備に取り掛かろうと思います。ありがとうね、見に来てくれて。うわー、6848、やったー、嬉しい、来てくれてありがとうございました。まだね、ありがとうございます。おやすみー、良い夢を。